はい、皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、そしてお久しぶりでございます。阪神ジュメナイルフィリーズ、朝日杯フューチュリティス X、 そして、全日本に採用するですね、あの地方競馬の、動画ですね、まあ、その他あの重賞レースということで、2週間、ちょっとねあのサボってしまいましたというのもね、なんだろう、あのね、ちょっとね仕事上もねありましてですね、なかなかね、あのね忙しくて、はい、あの時間もなくてですね、あの今ですね、あの船の上から撮ってるんですけどもね、船の上、あの船に乗ってですね、あのトラックの中にいてですね、あの、はい、そこから撮ってますね。この後ですね、あの今あの函館に6時今ですね、なんだ12月23日あの、ね、今後3時ちょうどなんですけどもね、あの函館に6時に着くんですけども、その後ね、あの札幌にね10時までに行かないといけないっていうね、はい、であのね、高速で札幌までちょうど4時間なんですけど、あのなんだっけ今ね調べてみたらね、あのね通行止めになってあのね苫小牧からね、あのねさっき通行止めになっちゃったんですよね。はい、事故やらね雪やらでね、うん、いくらね北海道でもね雪道はね平気だって言ってもね、うん、やっぱりね1日にね、あのね40センチとかねやっぱ降られたらね、あのもうてんてこないですよね。僕身長164なんですよ、ちっちゃいんですよ。で、あの40センチって言ったら僕4分の1埋まるって計算ですからね、うん、160、そうですね、うん、4分の1埋まっちゃうっていうことで、ね、80センチだったら僕半分埋まりますからね、もうね、うん、だからそんぐらいね降られたらね、もうやっぱいくら北海道でもね雪に対応してでもね、やっぱり、うん、あのてんてこまになるっていうね、はい、でやっぱりね雪道大丈夫だろうって、北海道人は雪道大丈夫だろうって言ってもね、あのね僕ねいろいろ北海道走ってますけどね、もうねあっちこっちで、ね、事故るんですよやっぱり、うん、やっぱりね冬道結局ね、そのやっぱり関東でもね北海道でも一緒だと思うんですけども、そのペーパードライバーさん、はい、やっぱり僕だってね、あのね最初ねトラック乗った時はね、もうねあのおっかなかったですよ。あの僕ここの会社に入社したのがあの、ね、2年前のね、あの2月なんで、2月なんですよ、はい、でね、もうね冬真っ只中なんですよね、うん、で、あのブランクね、大型乗ったのブランクがあの3年ぐらい空いてたのかな、うん、3、4年ぐらい空いてからのいきなりの冬道の大型トラックなんで、そりゃもうこんな風にもうガッチガッチになっていいや、おっかねーみたいなね、で滑ったんで、滑った、やばい、みたいなね、はい、感じでございます、はい、本当にね、いくらね、あのね、北海道のね、出身でもね、事故るもんは事故るということで、はい、僕もね、あのね、ちょっとね、いや、結局ですね、あのね、僕、何が言いたいかっていうと、あのね、いつもね、このね、携帯を使ってですね、あのね、動画をね、アップロードしてたんですけども、なんかね、あの、今アンドロイドのね搭載してるなんかカメラじゃなんかあの、ね、動画アップロードできないとなって、でなおかつですね、僕の携帯なんかね、あの Google プレイなんだっけな、あのなんかあるじゃないですか、プレイストア、はい、なんかねアップロードをそのじゃあな、あの YouTube バージョンアップしますかっていうのに、なんかバージョンアップできません、インストールできませんってなるんですよね、うん、誰かわかる方あのね、もしよければあのコメントをね書いていただいてね、あのねちょっとね教えていただけたらと思うんですけどもね、はい、なんかね、あのそれでね、あのカメラもね近日中にあの、ね、対応しますって言ってもう2ヶ月経ってますからね、うん、いい加減対応しろよっていう感じで、はい、なんかね、あのこういうねくだらない動画ね受けてるからね、あのね運営さんがね見てね、あもうこいつも見込みねえからもういいやみたいなねね、なんかねそんなねせちがらいね世の中にねなってんじゃねえかっていうね、はい、っていうのもね思ってたりね、はい、まあ もちろんねクオリティね低いからね、クオリティが低いからね、うん、まあ切られるのはね当たり前ですよね、仕事だってね、こんなのね仕事だって言ったらね、お前あんなもん誰でもできるわみたいなね、うん、なめんじゃねえぞ、仕事なめんじゃねえぞって、だから YouTuber ってね食ってる方ねたくさんいらっしゃるじゃないですか、もうね大物 YouTuber なんてもうねたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、だからね、そんなね動画とねこんなね動画をね比べたらね、やっぱりねもうね天と地の差と月とすっぽんのじゃないですかね、うん、だからねもうお前あそっか分かった、こいつはこのアンドロイド携帯を使ってるから、うん、こいつの携帯だけカメラのあれだけをやってポチッと押して、うん、でアップロードできないようにしてやろうみたいなね、
やだやだ、あーやだやだ、年末にねこんな気持ちになるのはね本当嫌ですね。もうね、うん、もうね信じる心をねあれしないとダメです。はい、とりあえずですね、有馬記念の予想でございます。フリップは今日はねもうございません。とりあえずですね、今年1年本当にねありがとうございました。最後はちょっとねまたずっこけましたけどもね、とりあえず今年1年ありがとうございました。またね来年もねちょっとね京都金杯からね始めたいと思うんですけど、京都金杯、中山金杯、はい。でね、まあ肝心の有馬記念の予想なんですけども、とりあえずあの3強いるじゃないですか。ゴールドアクター、北三ブラック、里のダイヤモンドと、とりあえずこの3頭は軸にしてもいいと思います。はい、まあ3頭丸ごとね買ってね、あのね3連複ボックスでもね、3連単ボックスでも多分いいと思います。うん、最後はね、うん、ただし僕気になるのが里のノブレスと山勝ですなんですよ。うん、あのよ、特に里のノブレスはあのダイヤモンドと同じじゃないですか、枠が66。はい、だからそれであのね僕のねなんかねどうしてもねイメージがですね、まあもうあんまり当てにしたらダメですけども、あの、うん、その里のダイヤモンドと里のノブレスが競ってって、ちょこっとダイヤモンドが出てって、でうちたちにゴールドアクターはズルズル交代するんだけど、キサさんブラックがそのこの2頭を抜けないんだけど追い込んできて3着みたいなね、なんかそんなイメージがね浮かぶの。で6枠6番でそのね大体ノブレスとダイヤモンドが里の軍団、まあ2人か里のコンビがそのね来て、こうやって来て、であのねこうやって来て、ダイヤモンドね、ダイヤモンドノブレスでここら辺がゴールだとしたら、あ、まあなんだっけこれ、あの北サンブラックのゴールドアクターでガーッと来て、そう、あのゴールドアクターはズルズル交代なんだけど、北サンブラック伸びるんだけど、こんな感じでなんかねわかるかな、うん、なんかねそんなイメージがするんですけどね。あの山勝エースどこ行ったって言ったらね、あいつねいつもねどっか行くんですよ僕がね山勝エースって言ったらね、あいつねいつもねどっか行っちゃうからね、あのでもねまあ山勝エースかなって、とりあえずねあの考えてみました。はい、うーん、まああのね、あのジェンテルドンナのファンの方にはねちょっとね申し訳ないですけどもね、あのね2013年だったかな、ジャストメが引退した年かな、4着の、うん、あれはねあのね、あの言ってしまえばですね、あれはねあのね、もうジェンテルドンナに花をね咲かせたっていうことでね、あれは出来ですきっと。まあね、有馬記念だから何が起こるか分かんないですけどもね、うん、なんかね最後はやっぱりねドラマで締めくくりたいっていうのがね、あのね、ある陰謀であるんじゃないですか、うん、となるとあの里の系がね、うん、里のでね、うん、もしかしたら、うん、ササンブラックはね多分ね2着か3着でいいと思います、うん、もうね祭りはねもういいと思います。あでは、まあ、あれでしょ、でもジャパンカップで祭りでしょ、今回のあれも祭りかな。でもお祭りですからね、ある意味ね有馬記念はね、ダービーと一緒ですね、お祭りだからね、もうお祭りやってからの終わってからのまたお祭り会みたいなね、うん、後の祭りってよく言いますけどすいませんうん、だからでもキサンブラックは僕に3着狙いかなって、うん、で1着狙うんだったら佐渡のノブレスかゴールドアクター、ゴールドアクターは俺3着でいいかなみたいな感じですね。里のダイヤモンドか里のノブレスね、1、2着、うん、で行ってみたいと思います。ということでですね、今年1年ね、なかなか上げれない動画もですねあれしたんですけど、なんとか僕もね突っ走ってね、あのねトラック乗りながらもね、なんとかね考えながらもねやって、はい、あのねまあアンドロイドでねできないならね、ちょっとね年明けね、あのねこういうね iPad mini でもね買ってね、はい、こっちの方でね YouTube 専門でねやってみたいと思うんですけどもね、うん、とりあえずいろいろあだこうだ考えてやって、また来年も中山京都金杯からガッと、はい、やっていきたいと思います。ぜひまた来年もご視聴していただけたらと思います。その前に東京大賞典あるんで、そちらの方の動画もね見ていただけたらと思いますので、また来年もよろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。それでは